次にやはり手技に属する体落としは体の大小にかかわらずかけられ裏を取られて反対に返される恐れが少ないので試合では最も多く使われます。体落としを得意技とする猪熊の技を見てみましょう。相手のソビエトのキクナーゼとは20キロも体重が違いますが過去2回対戦して一本背負いと体落としでいずれも勝っています。猪熊は左手が上で右手が下からという得意の体勢に入ることを狙っていますが力の強いキクナーゼはそうはさせじと猪熊に攻めるチャンスを与えません。猪熊の体落とししかし強引すぎて不十分です。引き手が不十分なのでキクナーゼは右手を外し体をひねってかろうじて逃れました。しかしポイントを稼いだ猪熊は試合開始後3分再び体落としでキクナーゼを攻め見事に倒しました。今度は手の引きタイミングもよく一本ともいえる技ありでした。分解写真で見てみましょう。猪熊は右手でキクナーゼの左襟を持ち下から上に突き上げるようにしてキクナーゼの左腕の押さえを外しそれを相手がまた抑えようとして押し返す反動を狙ったことがよくわかります。そして体重のある相手を腰に乗せ抜き上げるようにして体をひねって決めました。この後猪熊は左隅に交代しながら強く釣り込んだ背負い気味の体落としをきれいに決めて4分51秒キクナーゼを破りました。